僕はもうこのローソンの戦略は全然これでいいと思うんで、その人たちはちゃんとビジネスの人がいるおかげでエコノミーをこの安い値段で吸われてるっていうことを理解しなきゃいけない、その構造がこのローソンも一緒なんだ。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今回は伊藤さんとですね、ちょっとこれは日経の記事ですけど、ローソンがね、店舗のほぼ全商品を宅配対象にということで、来年の春からするっていうからね、結構な発表だと思うね。ローソンもね、好決算を発表してまして、コンビニ各社は、だから今ここ注目を浴びてるんで、売り上げが上がってきてるし、一気に攻めていこうっていう感じなんじゃないかな。で、宅配についてはもうローソンだけがちょっとこう独自路線に行ってて、ウーバーとかを使ってるからね、セブンイレブンとかはもう自分のとこで持ってこうみたいな、店で宅配してんだよね、ローソンはもう普通に外部と組んでるっていう感じで、もうたまに頼みますよ。車で3分ぐらいのところにあるんですけどこの間そういえばロックアイスが切れて、それだけで頼んだらちょっと奥さんに怒られる冷蔵庫でできるアイスと違うのよ、ロックで飲みたいからどうしてもロックアイスがいるわけだよ。ロックアイスだけで600円だったかな。でもまあこれは流行らないんじゃないかって言われてるのね。ハイソラなら高くなるんじゃないかみたいな。でもこれはやっぱり考え方次第だと思うんだけど、僕はもうこのローソンの戦略は全然これでいいと思うんだよ。だって頼む人がいるんだから。確かにね、頼まない人いると思うよ。そんな200円のロックアイスに600円のバカじゃねえかと、それは思う方は思っていただいていいんですが、金持ちが払えばいいっていうことだったら、飛行機のね、例えばファーストクラスとかビジネスクラスとか、あれもね似たような構造になってるわけだよ。この流れで思い出したけど、前回タイ行った時さ、ビジネスだったじゃん。あんた違ったか、はい、僕はもう全然、でそこビジネスにこう何人か乗ってて、林さんが前、僕後ろで、こっちにちょっと若めの女の子に座ってたんだよ、そしたらこう通って客が、結構いるんだけど、なんか舌打ちとかするわけ、でそっち見てるわけ、この赤い女の子のところの恋愛ってことなんだよね。ちっちゃい、こういうのがねやっぱダメなんだ。でもいるんだこれが。その人たちはちゃんとビジネスの人がいるおかげでエコノミーをこの安い値段で吸われてるっていうことを理解しなきゃいけない。その構造がこのローソンも一緒なんだ。それは分かる気持ちはなんとなく、娘みたいなのがこんなとこ座ってて誰が金出してるのか分かんないけど、でも金出してんだから、それによってエコノミーはエコノミーの値段で乗れてるんだから、なくなったらじゃあその分均等割りにしろみたいな、高くなるんだ、ということで同じね、金持ちがね金は使えばいいわけで、高いっていうことだったら利用しなければいいわけで、別に配送料は高くしておいていいと思うんだよね。みんなが利用できるように配送料を低くしようなんてことじゃなくて、使う人だけ使えるように、どっちかって言えばだから商品に結構乗ってるっていうよりは、僕は配送料がもういくらみたいな方が本当は分かりやすいと思う。どれだけ頼んでも持ってくる手間だけだからね。ということでローソンの全商品をね宅配するっていう、これはここはいいなというふうに思います。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで。